ちょっといいでしょうか。ん？ウェンディ、私に何か用か？実は一緒に行ってほしい場所があるんです。そのワース樹海に。ワース樹海？ああ、だが私も一緒でいいのか？あそこはそのお前にとって特別な場所だろ。ウェンディ、ギルドの仲間と一緒に行きたいんだって。今のギルドの仲間とね。はい、それに私をフェアリーテイルに誘ってくれたのはエルザさんだから。なるほど、わかった。そういうことなら私は構わない。ありがとうございます。どこ行くかな。よし、ここだ。ちょっと。やったな。よし。着きました。ここがケットシェルターのあった場所です。懐かしいな、ケットシェルター。ウェンディのために作られたギルド。マスターは一人ぼっちだったウェンディのためにギルドや仲間の幻を作ってくれた。幻じゃないよ。私がギルドにいた頃、今でもマグナもバスクもマスターもみんな私の大事な仲間だよ。みんなと別れた後、エルザさんが言ってくれたんです。愛する者との別れの辛さは仲間が埋めてくれるって。みんなのことを愛する者って、決して幻なんかじゃないんだって言ってくれて、私すごく嬉しかったんですよ。ウェンディ、どうかしらね。エルサのことだからそんなに深く考えて言ったわけじゃないんじゃない？
なんだと？私だってと言いたいところだが、正直よく覚えていない。あの時はいろいろあって私も感傷的になっていたからな。そっか、エルザさんはあの時ジェラールさんと別れて。だが私の本心なのは間違いない。彼らがただの幻ではなく、お前の大事な仲間だということもな。エルザさん、あの時私をフェアリーテイルに誘ってくれてありがとうございます。ああ、私もお前を誘ってよかったと思ってる。さあ、仲間たちに挨拶に来たんだろ。あまり待たせてはかわいそうだ。行ってこい。一生忘れないから。じゃあね。